今日のワシントンストリートはかつてのボストンネックに沿っている。以前沼地であった北部、西部は埋め立てられている。ずっと狭く短いフォートポイント海峡は南東に残っている。ボストンネックはかつてボストンのあるショーマット半島とロックスベリー本土をつないでいた地峡である。埋め立て事業によって周囲が埋められていき、また、 周辺地区の併合によりボストンの領域も拡張して半島の外に広がった。ワシントンストリートから見た植民地時代に町の門があった地点。イーストバーケリーストリートから見た植民地時代に町の門があった地点。ボストンネックはかつて標準開発ではわずか幅37メートルであった。1631年頃最初の開拓者の一団が 木製の町の門と土製の壁をボストンネックに作り、インディアンの襲撃や不足の動物、人間の侵入を警戒した。その門は常に警備され、大抵夕方のある時は施錠されていた。当時、住民は誰も出入りできなかった。町の門のすぐ外には木製の講習台があり、スリや強盗は殺人者と同様に主にそれで処刑されていた。植民地時代、 チャールズ川の沼地が地境の北側にあり、ガロウズベイは南側にあった。名は、付近では、首で処刑を行っていたことに由来する。それは後にサウスベイとして知られるようになる。その地境を貫く、主要道路は、オレンジストリートと呼ばれ、1722年のキャプテン、ジョン・ボナーの地図に見える。1710年、さらに要塞が建設された。 それには二つの木製の門があったとされ、一つは馬車、もう一つは歩行者のためのものだったという。1774年9月、トマス・ゲイジ将軍が老朽化したレンガ、石、土の要塞を材木や新しい土で補強した。また、ゲイジは要塞の前に溝を掘るように命じた。溝は満潮時に海水でいっぱいになり、ボストンを本土から切り離した。 干潮時は、道の両側の溝は柔らかい泥となるので、街の門を通らずに、ボストンに入ることは困難になった。1775年4月18日の夜、愛国者のリーダーで医者のジョセフ・ウォーレンは、ポール・リビアとウィリアム・ドーズによる牙の伝令で、ジョン・ハンコックとサミュエル・アダムズの二人に、同じ内容のメッセージを送った。それは、イギリスの捜索隊が彼らを捕らえ、 コンコードの火薬を奪おうとしていると警告するものである。30歳のナメシガー業者であったドーズはボストンネックの町の門にいるイギリスの見張りによく知られているで検問所を通り過ぎることができた。ドーズは南側の陸路を取り、一方リビアは北側の水路を取った。ウォーレンがこの二人を送ったのは少なくとも一人はイギリスの警戒から逃れられることが 確実であったからである。ドーズは午後10時ごろ出発し、3時間で2 7トルをかけた。彼は午前1時少し前に、レキシントンのハンコッククラークハウスでリビアと会う。1775年4月19日、レキシントンコンコードの戦いの数時間前である。これがアメリカ独立革命のきっかけとなった。レキシントンコンコードの戦いが終結した夜、 アメリカ植民地兵はイギリス軍をボストン市内に追い込み、ショーマット半島の付け根であるボストンネックを占拠した。1700年代後半、住民たちは定地が侵食されやすいのでボストンネックのあたりに集まり始めた。1830年代、チャールズ川の干潟はニーダム地区からの砂利で埋め立てが完了した。こうして現在のボストンのバックベイ地区が生まれた。 町の門にある埋め立てに用いられた土の残りは1822年から見られた。1824年頃、かつて町の門があったオレンジストリートはワシントンストリートと解消された。ワシントンストリートエレベーテッドは1901年から1987年までワシントンストリート上に地下鉄を経営していた。オレンジ線が再設置され、エレベーテッドの線路、 駅は分割された。ドーバーストリート駅はドーバー及びワシントンストリートの交差点にある古い町の門の場所に位置する。ドーバーストリートは地下鉄の駅が取り壊された後しばらくしてイーストバーケリーストリートと解消された。今日ではイーストバーケリー及びワシントンストリートの交差点には町の門も埋め立ての土も跡形もない。ありがとうございます。